どうも、ナオチンです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強装備を見つけましたので紹介していきます。このゲーム、防具は頭と体のみですよね。今回は頭を発見しました。これ原初の兜ですね。原初の名を冠する防具、とてつもない力を内包しているって書いてあります。能力がこんな感じ、かなり高いですよね。で、これ結構意外な場所にあって、誰でも入手することができます。めちゃくちゃ簡単に。まあ、とりあえず行きましょうか。この装備の入手場所ですけども、ここですね。北の森。もう超序盤です。序盤も序盤の北の森のルーン遺跡。ここにあります。まさかの場所だよね。テレポートで飛んでこれますので、来てください。で、遺跡に入りました。で、まっすぐ進んでください。まっすぐ。で、ここ。ここに、キラキラしたものがありますので、それを触ってください。そうすると、原初の兜を入手することができます。宝箱とかじゃなくって、ここに落ちてます。はい。とりあえずね、ここにあるんだけども、タイミング的にはいつ入手できるかはわかりません。おそらく終盤になると、入手できるかと思うんですけども、中盤あたりでもあるのかもしれない。これはちょっとね、やってみないとわからないんですけども、私は、前クリの後にここに来てみたら、入手することができました。はい。まあ、とりあえず、めちゃくちゃ簡単な場所なので、一度見に来てください。あったらラッキーです。もしもなければ、どんどんストーリーを進めていって、後々入手できると思います。多分、後々だと思うんですけどね。で、これね、頭だけなんですけども、おそらく体もある。うん、原初の鎧があると思うので、それもちょっと探していきたいと思います。はい、わかりましたらば、出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。